保健所共同設置について伺います。この議論については2つの原則を堅持しなければならないものと考えております。市民サービスの向上という視点、そして長野市の主体性と権限の維持という視点です。県に任せずに市民の健康と生命を長野市自身が守るとの決意で、1999年に長野県から地方分権により勝ち取った保健所であれば、明確な市民サービス向上がなければ再び長野県と長野市の権限を分かち合う理由にならないのは明白であります。そこでお尋ねしますが、まず市長に現場職員の声についてです。12月定例会では市民の財産である市保健所を守ってきた現場職員の声を直に聞く機会を作ることを市長に求めたところ、職員の方から対応をお聞きしていきたいとのお答えでございました。さて、現場の声はいかがでしたでしょうか。お答えいたします。先日保健所の職員と話す機会がございまして、個人的なお考えをお聞きいたしましたけれども、県と市が共同して事務を処理する目的がまだ理解されていないと感じました。何事もそうでございますけれども、物事を進めにあたりまして第一線の現場の皆さんにまず方針をご理解いただくことが出発点であります。そうしたご理解をいただいた中で実現に向けて現場の意見を取り入れて進めることが重要と考えております。そんなことがございまして、現時点では懇談の機が熟しておりませんので、もう少し職員の理解が深まった上で現場の声を聞く機会を設けたいというふうに考えております。以上です。職員は十分理解していると思いますけれどもね。先日ね、通告にはないですけども、市長と直接お話をさせていただいた時のお話を覚えておいているかと思いますが、保健所長について人材確保、市民病院と連携していくべきだということで市長とお考えが一致したと思います。この点について確認させていただきたい。お答えいたします。そういうお考えも一向かなということでございまして、一致したわけではございません。それはおかしい。いや、それはおかしい、いいですよって言ったと思いますけれどもね。では改めてお聞きしますが、保健所長の人材確保についてはどのようなお考えなんですか。ちょっと私勘違いをいたしました。市民病院と相談をすると、市民病院長が兼ねるというふうにちょっと勘違いいたしました。市民病院にもご相談をするということでは一致いたしました。で、先日、すみません、戻りまして、現場職員の声でございますけれども、率直な声を聞く工夫をどのようになさっているのか、伺いたいと思います。町内検討会議では、どのようなふうに進められているのか、で、共同措置の可否、それぞれの立場からの意見を忌憚なく述べられるように、匿名のアンケート等の手法を用いるべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。現在、町内の検討会議および県域の市町村も含めた県、市の検討会議でやっております。そういった資料を作っていく中で一番重要なところは、事務の洗い出し、長野市と県がどのような事業をやってて、それが、市だけがやってる事業なのか、県だけがやってる事業なのか、県の保健所も市の保健所もやっている、両方重複するような事業なのか、そういったものを洗い出してそれぞれに対して、どういった調整が必要なのかと、そういったことを検討しながら、その中で職員の意見を聞いていきたいと考えております。匿名とかそういうことではなくて産業の中で、十分意見を反映していきたいと考えております。率直な意見を、ね、聴取する工夫をしていただきたいと思います。さて、市民メリットを示すということでございますけれども、共同設置による市民サービス向上を図るとお答弁が今までありましたけれども、いまだに明確な市民サービス向上のメリットが示されていないと思います。この際お示しいただきたい。お答えします。期待される効果につきましては会派総会や福祉環境委員会でお示ししておりますとおりでございまして、今のところ7つございます。一つとして、保健所長や獣医師、薬剤師、臨床検査技師等の専門職の確保が容易となり、採用後のスキルアップが図れる。二つとして、
県が策定する保健医療にかかる計画において一層県と市の連携が図られる。3つとして、長野市の災害発生時における県からの応援が迅速化。4つとして、住民が県長野保健所と長野市保健所を混同することを解消できる。5つとして、感染症発生時対応の円滑化。6つとして、精神保健衛生業務の連携。7つとして、所長課長など重複するポストの削減、機材等の共有化によるコストの削減でございます。保健所の共同設置につきましては、今後の人口減少社会、税収が減少していく将来を見据え、同一県域内で同様の仕事を県と市が行っているとすれば、お互いに力を合わせてより効率的な事務の運営を行うことで、長野市民や周辺市町村の住民になるのではないかと考えているものであります。市民のためになるということはもとより、長野県域の8市町村の意見もお聞きするため、現在長野県域保健所共同設置等検討会議におきまして協議を重ねているところであります。効果や課題について議論する中で、県域市町村から共同処理へ期待する効果もあります。今後も検討を中止することは考えておりません。以上でございます。今の答弁不思議だったんですが、今後も中止することは考えないと、別に中止求めてないんだけども、それ中止しないってことありきの結論があるってことなんですか。ただいまの答弁書、質問通告書に書かれたことの答弁書を読んでいたしまいました。議員のご質問のない部分までお読んでいたしました。失礼いたしました。安心な。小泉一馬議員。専門職の確保についてね、先ほど市長から市民病院と連携していくというお答えもあったんで、それもきちんとね、織り込んだ修正、今後の考えに修正していっていただきたいと思います。さて、長野県域保健所共同設置検討会議についてでありますけれども、12月定例会では、次回の長野県域保健所共同設置検討会議は、本市、県の中間取りまとめ合意ができてからの開催とすべきだと考えると、の議会の声を参考に県に伝えるとのことでありました。県の回答ぶりはいかがか、またその後の検討会議の運営進行に変更があったのか、お尋ねします。12月市議会定例会での議会の声は、昨年末に県の声をお伝えいたしました。県からは、知事と市長の懇談は結論を出したわけではなく、検討を深めていくとの合意であり、今後も県、市、お互いに議論をしていく必要性を感じているというご返事をいただいております。検討会議の運営にあたりましては、拙速な進行はしないということで、基本的な事項から検討をしております。以上でございます。さて、その検討、県域の検討会議ですけれども、昨日の布目議員に対する答弁では、県域市町村の声もお聞きし、共同設置の可否の決定に向けて検討を重ねているとのことでありました。市と県で当初想定していた中間取りまとめができていないにもかかわらず、県域市町村が共同設置をかと結論するのは、長野市と県はそれに従うという意味に見えるんですが、どうなんですか。中間取りまとめということは、業務のすり合わせを終わった後で、体制とか、仕事のやり方とか、そういったことをまとめたものということだと思うんですけれども、それはまだ今やってる作業中でございます。その作業と並行して、まずは、地方自治法で定められております、事務の共同処理の仕方7つございますが、その中でこの県市の保健所の場合、何が一番いいのかなということをまず検討して、そして、目標とするところは、県民市民にとってサービスの低下とならないように、さらに、
事務の効率的な運営ができるようにというところを目標としているのは県も市も周辺市町村も同じところでありますので、それにかなうところを確認しつつ進めているというところであります。中間取りまとめは先にありということではございません。並行して進行しているということであります。以上であります。いや、そんなこと聞いてんじゃないんですよ。わかりません。県と市でまだ取りまとめができてないんでしょ。だからできてないんですよ。にもかかわらず共同設置の可否の決定に向けて県域間検討会議でお話してるって言うんでしょ。じゃあ県域で8市町村が OK とすれば県としては OK するんですかっていうことを聞いてるんです。事務の共同処理をする当事者は県と市でありますから、県と市が協議して検討していくのは当然であります。しかしながら県が管轄している区域には市町村がございますので、その、県域の市町村の意見も聞くということでございます。ちょっと大きい声でしゃべってください。聞こえないです。議長お願いします。もう一度申します。事務の共同処理を行う当事者は長野県と長野市でございます。ですから当然当事者が協議して検討していくのが必要であります。しかし県で管轄しているエリア内には県域内の市町村があるわけであります。そちらの声も聞きながら進めているということであります。以上であります。市と県が、3年間かけても出てこない結論がなぜ県域8市町村を交えると出てくるのか、そこが不思議なんで教えてください。一番基本的な、保健所で実施している事務のすり合わせが、前回義務ご指摘のようにできておらないと、空欄のままでございました。未完成で。県と市のでしょ。それはそれが進まない間は話が進まなかったということであります。今それ並行してやっておりますので進んでいくかと思います。以上でございます。また噛み合わない次に行こうと思いますが、時間の関係もありますので、園については時間があったということとして、共同設置との結論ありきの議論ではないですかという点についてお尋ねします。まず県との共同による共同設置という手法、これが実施するという結論があって、それに向けてアリバイ作りのための手続きを進めているという印象を強く受けるんですが、いかがでしょうか。先ほど来申し上げてますように、今後の人口減少社会、税収が減少していく将来を見据え、同一県域内で同様な仕事を県と市が行っているとすれば、お互い力を合わせ、より効率的な事務を行うことで、市民のためになるのではないかというものでございます。今後とも保健所の安定的な運営のため、長野市保健所設置後、16年が経過する中で見えてきました、保健所長をはじめとする専門職種の確保の困難さなどの課題解消のため、共同設置をはじめとする共同処理制度を活用できないかと、いった思いからその可能性について検討が始められ、現在も検討を進めているところであり、結論ありきではございません。以上でございます。今結論ありきではないというお答えがありました。さて昨年12月9日の福祉環境委員会の答弁の中で、平成25年以来研究してきた中で方向性とすると共同設置が効果的であるということは、25年の末ぐらいからもうそういった方向で来ておりますとあなた発言しています。さらに12月議会本会議一般質問の小泉一馬に対する答弁として、全体としては事務委託よりも共同設置の方が効果が大きいという流れで今おりますと答弁されている。しかし今議場配布資料にある通り、そんな答弁どうしてできたのか小泉は不思議なんですよね。まず27放送第550号、平成27年12月21日付の長野市行政情報不存在決定通知でありますが、これは小泉からの平成27年12月11日付で公開請求した件についてでございます。
長野県平成25年度政策研究、県保健福祉事務所と市保健所等の在り方についてに係る長野市としての評価検証の情報を求めたところ、これが不存在、ないという回答ですね。で、理由としては本市で評価検証を実施していないため。で、裏面にもありまして、27放送第593号平成28年1月6日、これも長野市行政情報不存在通知決定書でございます。小泉からの平成27年12月25日付で公開請求いたしました、検討中の市、県保健所の共同化のスキームとしての以下の手法の評価と検証に関するすべての情報、機関等の共同設置、事務の委託、広域連合その他に関しては、行政情報が存在しない、理由としては上記手法についての評価検証は本市で実施していないためとあります。ではなぜあなたは共同設置が効果的であるといった方向できておる、事務委託よりも共同設置の方が効果が大きいという答弁を何の根拠でしたのか。まず県職員の政策研修の中で、地方自治法の制度いろいろお調べになって、それぞれの特徴は調査されております。それはお聞きしております。その中で方向性として共同設置がよろしいんではないかということは私どもも伺っております。そして伺っているんです。誰が言ってるんですか。町内の検討会議、それから先ほど来出ている県域の検討会議ができておりまして、その中でまた一から、検討する中で、その7つの制度のそれぞれの特徴、メリット課題等ございます。それを整理していく中で徐々に方向性が狭まってきております。いろいろな制度ある中で保健所という機能業務を運営していく上では今のところ、機関の共同設置、事務委託、事務の代替執行、この中のいずれかがよろしいんではないかという方向に来ているところでございます。以上です。だからあなたが今言ったようなことをね、12月議会の時点で何の情報もないんですよ。どうしてそれを答弁できるんですか。あなたの思い込みじゃないんですか。それ C でしょ。あなたの期間決定されてないじゃないですか。議員から行政情報の公開請求がありました。日付等から見ますと、その時には行政組織として機関的に用いている書類としてはまだできていなかったことだと思います。会議の開催状況の日付を若干申しますと、議員が1月6日に請求されて、その時に、不存在だと言っておりました。後の1月14日に第2回の県域会議、それから1月22日に第2回の町内の検討会に開かれております。その資料作成の過程で、先ほど来申し上げてます3つの方がよろしいんではないかという資料はできておりました。その前にもいろいろそれぞれの職員頭の中にはいろんなことを思い描いてると思いますけれども、ね、議員請求された文書としては1月6日以降、1月14日の会議、あるいは22日の会議作成の時にできてきているものでございます。以上です。12月時点での答弁のことを申し上げています。あなたは根拠もなく答弁されたと判断せざるを得ない。それでいいですね。根拠なくとおっしゃられるのは期間決定なくという意味であるとすれば、期間では決定されていなかったということであります。私が発言した趣旨というのは、自治法に書かれているそれぞれのスキームから考えると、機関の共同設置がよろしいんではないかという、そのように、考えただけで、機関の決定とは違う意味だと思います。以上です。
組織としての意思と個人の主観等を混同するところがあったとしても、検証もできてもいないのに、あたかもそうであるかのように議会に受け止められることを企図した恣意的で欺瞞的な答弁があったと断ぜざるを得ない。議会と市行政の信頼関係を歪めてまで共同設置に議論を誘導しているではないか。これを結論ありきと言わずとして何とするんですか。どう考えているのか、もう一回お聞かせいただきたい。先ほど来申し上げている通り、結論というものではなくて、県であれ市であれ目標とすると考えは同じだと思うんです。繰り返しになりますけれども、同じ県域内で同じ仕事をやっているとすれば、お互いに力を合わせて効率的な事務運営する方がよろしいのではないかと。今のは主観ですか、それとも機関決定してるんですか。目標といたしまして、県も市もお互いに力を合わせて市民住民のためにサービスの向上、事務の効率化を目標としていることは県も市も同じであると思います。結論はありきではございませんが、目標といたしたところは同じだと考えております。